バッドバニーは、プエルトリコの歌手、ラッパー、ラテントラップの牽引者。インタビューの中で、歌手は彼が2008年から歌っていると述べました。2016年にシングル、ディレスでデビュー。2017年にダディ・ヤンキーや、ジェイ・バルビンなどのレゲトン界の著名アーティストとのコラボを果たし、知名度を上げていく。2018年には、英語圏のアーティストとのコラボも果たし、 中でも5月にリリースしたカーディビーと J バルビンとのコラボ曲 I Like It はビルボードホット100で首位を記録。10月にリリースしたドレイクとのコラボ曲ミアは自身がリードアーティストとなる楽曲でビルボードホット100で5位を記録した。2019年には J バルビンとコラボレーティブアルバム Oasis をリリース。米ビルボード200で9位を記録する。 2020年2月29日、2作目のソロアルバム、イルクマルグをリリースし、全米2位を記録する。11月27日には3作目のアルバム、エル・ウルティマ・ツアー・デル・ムンドをリリースした。収録曲、ダキチは、全米最高8位を記録する。2021年2月15日に放送された、WWE、ER ・ RAW で、WWE24 ・7王座を体感した。 独創的なファッションで知られ、個性的なサングラスがトレードマーク。2018年のアメリカンミュージックアワードでは額に目のシールを貼って登場し、大きな話題を呼んだ。スタジオアルバム、ありがとうございます。